大家好、皆さんこんにちは、ボフエです。大変お待たせいたしました。今回の動画はインスタグラムやコメント欄でたくさんご要望いただいてた勉強法の解説動画になります。今回紹介する勉強法は僕自身の経験だけでなく北京大学の友人たちのアドバイスや本や論文をもとに作成しています。そして実際に僕や友人たちが使ってみて効果を実感した実践済みの方法です。学生だけでなく資格勉強者や誰でも役に立つ格段に学習効率の上がる方法となっています。この動画を見終わる頃には学習に対する考え方が変わり、より効率的に勉強できるようになっているはずです。僕もこれまでいろんな方法をトライアンドエラーで試してきました。今回の動画を作るにあたって医学部の友人たちとたくさん議論しながら新たな気づきも得ることができました。中学や高校でこの勉強方法を知っていたらもっと楽に成績が取れたし、もっと早く知りたかったな、もっと早くこの動画を見たかったなって思います。それではその勉強方法を紹介していきます。どうぞ。まず1つ目、勉強しなきゃいけないなと思いながらなんとなく机に向かっていませんか？そんなあなたに言いたいのは、まずは目標を決めようということです。目標を決めることで努力は最大効力を発揮します。この大学に合格したい、この資格に合格したい、次のテストで90点以上取りたい、3ヶ月後にあるTOEICで800点以上取りたい、このように具体的な目標を決めることが大切です。なぜ目標を決めることが大切なのでしょうか？それは目標が決まっていないと無駄な努力や無駄な時間が増えてしまうからです。例えば僕の場合、新しいカメラが欲しいとしましょう。その場合、まずカメラの値段を調べて、毎月の支出を調べて、そこに対して貯められるお金の額を計算します。そして何ヶ月かかるか計算してから、その期間を短くできないかとか、支出を減らせないかとか、いろいろ計算して必要なものを手に入れています。そうしないとゲームを買ってしまったり、お金ってなかなか貯まりませんよね。努力は裏切らないと言いますが、夢に向かって必要なことをやり続ける、それが努力だと僕は思います。その目標を決めるために何が必要か、それはまず資格合格者やその道のプロなどに話を聞き、情報を集めて全体像を把握することが必要です。そしてその全体像を先に把握してから、目標を決めて必要な道のりを割り出して、自分自身の一日のステップに置いていく必要があります。余談ですが、ここで目標を決めたり道のりを考えたとしても、勉強計画だけ立てて満足してしまわないようにしてください。よく自分自身はこれぐらいできるだろうと過大評価をしがちです。一日のトゥードゥを立てても勉強ってなかなか進まないことがほとんどです。一日の目標はできるだけスモールステップで必要なことを積み上げていってください。もう一度まとめると、目標を決めて正しく努力する、これが一番大事になってきます。まず目標を決めて必要な情報を集めて全体像を把握する、そして自分に必要なステップまで落とし込んで勉強するようにしていってください。続いて2つ目、反復こそ学習の基本です。問題集や参考書など1週目を解き終わって、試験前になって2週目を解いてみると問題が全然解けなくなっていた、そんな経験ありませんか？学習の基本は反復です。特に参考書や単語帳は1週で終わらせてはいけません。2週目以降に価値があります。合格した先輩方や資格試験で進められている参考書を周回することが勉強の基本になります。例えば僕の場合、参考書や問題集を周回する際は間違えた問題をマーキングしながら勉強しています。うまく記号を使ってなぜ間違えたかを明確にしながら、次復習する時の目印にしています。なぜなら間違えた問題こそ自分の苦手部分、得点の伸びるチャンスだからです。これは科学的な勉強法で、分散学習や感覚反復と呼ばれているものに似ています。それは何かというと、長期的に覚えておくなら1回で学習するよりも複数回で分けて学習した方がより記憶に残りやすく効果的であるというものです。1日10時間で勉強するのではなく、5時間を2回、2時間を5回など複数回に分けて勉強した方がより記憶に残りやすく、より効果的に勉強できます。また人間の記憶はとても弱いものだというものを理解しておいてください。エビングハウスの忘却曲線が有名ですが、人は直前に見たものでさえ1時間後には半分以上を忘れてしまいます。人間忘れるようにできているんです。一周で完璧になるわけがありません。もう一度繰り返すと、学習記憶の基本は復習です。参考書は1周で終わらせてはいけません。2周以降に価値があります。最後にお伝えしたいのは、アウトプットに時間を割こうということです。アウトプットは非常に大事です。特に有名なのが、インプットとアウトプットの比率を3対7にしようというものがあります。これは具体的に言うと、授業を受けたり参考書を読んだりしているインプットの時間よりも2倍以上の時間をかけてアウトプットに時間を割こうというものです。アウトプットを簡単に言うと、どれだけ思い出したかということになります。
直前で覚えたことを思い出してみたり、問題を解いたり、まとめノートを作ってみたり、どれだけ自分の中でアウトプットしたかが大切です。英単語で言うならば、覚えた英単語を使って英文を作ってみる、教科書を読むより、見た解法を使って実際にどんどん問題演習をしてみる、そして一番効果があるのが人に教えるということです。僕の場合、一人で勉強している時も、目の前に人がいると仮定しながら、ブツブツ解説しながら勉強しています。科学的根拠で言うと、これはアクティブリコールと言われるものです。イメージしがちな授業を受けたり本を読んだりといったインプットしか行わない勉強は効果が低いと言われています。少しでも思い出すという方法を取った方が記憶に残りやすく、より効果的に勉強できます。最後にもう一度まとめると、アウトプットを意識することで勉強の効率が格段に上がります。ぜひ意識してみてください。また勉強方法の余談ですが、効率のいい勉強方法を追い求める前に、まずは勉強時間を増やすことも大切です。僕の場合、自分にとってサボれない場所に行くことで長時間勉強をすることができています。休憩の取り方や集中については別の動画でも解説しているので、ぜひそちらをご覧ください。また BGM についてですが、無音や自然音など集中力を乱さないものが一番適しています。先ほども言った通り、勉強時間を伸ばすという観点から、 BGM を聞かないで勉強しないよりかは、少しでも自分のモチベになる、気分の上がるものを聞いて勉強時間を伸ばした方がいいと考えています。これはご参考にしてください。そして今回の動画はポラリスアカデミア様とのタイアップ動画になっています。お仕事いただき本当にありがとうございます。先ほどまで紹介していた勉強法、やっぱり自分に合った学習方法を見つけて習慣化するって本当に難しいですよね。特に大学受験生にお勧めしたいのが、このポラリスアカデミアという塾。代表は YouTube ショートや受験生版タイガーファウンディングなどでバズっている吉村さん。お話をいただいた時は本当にびっくりしました。また直接お声掛けいただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。勉強法を知りたくてこの動画を見ている受験生、そんなあなたにポラリスアカデミアという塾を紹介します。この塾を一言で言うと、逆転合格に特化した大学受験専門の個別管理学習塾です。一般的な塾でイメージする集団で勉強を受けたりとか、映像を見て勉強するという塾ではありません。難関大学に合格した経験を持つ受験のコンサルタントが、自分に合った勉強学習計画を立ててくれるんです。そして生徒1人に対して講師2人の手厚い寄り添ったサポートで、勉強にやる気の起きないあなたでも最後まで受験勉強を頑張ることができます。さらに詳しくこの塾の特徴を3つ紹介します。まず1つ目、やっぱり目標から逆算して計画を立てるのって本当に難しいですよね。この塾では、あなたの志望校の合格最低点や配点出題傾向を分析し、自分自身の今の成績や特徴を照らし合わせて、あなただけのオーダーメイド学習プランを組んでくれます。そして2つ目、そのプランを徹底して学習管理してくれる点です。毎日の勉強の中で学習の進み具合や気づきを日報に書いて提出、そしてその日報を講師がフィードバックしてくれるんです。自分自身の勉強を客観的に振り返る、それだけでなくそれを習慣化することができる、これは他の塾ではなかなかできないことだと思います。最後の方にも述べましたが、勉強時間を伸ばすことって本当に大切なんです。このポラリスアカデミアという塾、必要なら Zoom のトレーニングルームなどにも参加できて、勉強を強制的に習慣化することができます。やっぱり家にいるとテレビを見てしまったり、スマホを見てしまったり、誘惑も多くて、勉強を習慣化するってなかなか大変です。オンラインの自習室、トレーニングルームをスマホを使って参加することで、あなたの住んでいる場所が勉強する場所に変わるんです。そして3つ目、問題解決のフレームワーク。自分自身で大学受験の計画を立てると、科学的根拠に基づいて対策することってできないことがほとんどだと思います。これに対して効率のいい枠組みである PDCA サイクルを進化させて、大学受験や勉強に特化させたこのポラリスアカデミア独自の FISE ファイサイクルをもとに、合格までの最高効率最短経路を必要な努力で歩むことができます。僕が一番すごいなと思ったのもこの問題解決の部分です。僕はがむしゃらに自分で試行錯誤することで勉強方法を身につけてきました。ですが、受験生のうちからこの PDCA サイクルの基礎を学ぶことができるっていうのは本当にすごいことなんです。大学に入ってからも社会人になってからもずっと使える、むしろ学校の勉強より大切かもしれないようなことを、大学受験を通してポラリスアカデミアのコンサルタントや講師たちから学ぶことができる、これはこの塾の非常に魅力な点だと思います。もちろん合格実績もしっかりあります。国立は京大や阪大、九州大学に筑波大学、そして都立大、また私立は東京理科大学をはじめ、マーチやカンカン同立などをしっかり輩出しています。僕が受験生だったら間違いなく入りたかった塾です。勉強法を知りたくてこの動画を見ている受験生、このポラリスアカデミアという塾、
難関大学を合格したコンサルタントが一緒になって目標から逆算して学習計画を立て学習を管理してくれ、あなただけの大学受験を徹底サポートしてくれる。気になる方は LINE で無料相談ができるみたいなので概要欄のリンクから QR コードをチェックしてみてください。ここまで紹介した3つの勉強方法をまとめると、目標を決めてから勉強すること、反復して学習すること、そしてアウトプットを活用して勉強すること、これは本当に大事な3つの勉強方法なのでぜひ試してみてください。またインターネットで調べるとそれぞれの教科に合った、それぞれの資格に合った勉強法など様々出てくると思います。試してみてご自身の性格やスタイルに合ったものを見つけていってください。また語学学習の勉強法に関しては詳しい動画を別で作成予定ですので、そちらもお楽しみにお待ちください。この紹介した3つの勉強方法を使って勉強って楽しいなとか、勉強してる俺かっけーってなって、あなたの夢や目標に少しでも近づくことができれば幸いです。応援しています。このチャンネルはこのような勉強方法の他にも中国留学 Vlog や中国の様子、日常の生活などを発信していきます。ぜひぜひチャンネル登録して次のコンテンツをお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。再见。